い、いやすいません、もうあの何分待ちですかね、30分ぐらい落ちましたね、すいませんでした。はい、西日本ハンバーガー協会プレゼンツヤブストリームの時間がやってまいりました。というわけでね、はい、皆さんどうも1ヶ月ぶりでございます。どうもお久しぶりでございます。司会務めます、ハンバーガー協会会長のヤブです。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、私の隣にいるのがですね、今日も来てくれてます、大阪王将の餃子子たんこと室山加奈子さんで す。よろしくお願いします。はい、でね、今日はあの予告してた通りですね、はい、まあ、あの iPad のバンドを組んで演奏しましょうということで、はい、あのバガミちゃん、こちらね、うちのマスコットキャラクターのバガミちゃんですけども、この子もね、はい、あのいいイヤホンさんで購入したイヤホンね、そうですよ、いいイヤホンさんで購入した、そう、あのいいイヤホンさんで購入したヘッドホン、ね、あのいいイヤホンさんで購入したヘッドホン、ね、僕もちょっと新しいヘッドホン欲しいなと思ってるんですけどね、いいイヤホンさんで ね購入してくださいね、購入したいなと思ってるんですけど、いいイヤホンさん負けてくださいということでね、はい、まあ、そんなメンバーでお届けしております。はい、はい、で、今日はですね、我々も iPad バンドでは後ほど曲を披露しようと思っているんですけども、あのなんとゲストとしてですね、はい、兵庫県の岡本っていう場所、ありおりおね、ありおりおね、岡本商店街のおなじみの岡本ですね、はい、あの岡本でですね、あのソフトバンク岡本店さんがユーストリームの配信されていると、はい、あの噂の、はい、その名前も、まあ、お構いなくというね、お構い、岡は岡本の岡ですよね、そうですね、で舞はあの舞姫の舞、舞妓の舞です、舞妓の舞ですね、同じですね、はい、神戸の地名の舞妓の舞そうそうそう、舞妓の舞、お構いなくですね、という、まあ、番組をね配信されてるんですけども、そこでね、もうあのメインとして頑張っているフォークをね、フォークバンドをやっている3人組のかね、熊五郎さんって方がいらっしゃってですね、ちょっといてはってね、はい、いつもと違う空気が漂ってますよね、フレッシュな感じの、フレッシュですよ、若いですよね、若いですね、ね、そうなんですよ、でも、はい、もう夫婦今ね、ちょっと若い息吹をねちょっと巻き散らしてくれてますけどもね、そのまあ熊五郎さんも実は、まあ、普段生脇でやってるんですけど iPad バンドに今回ちょっと挑戦するということでね、ちょっと来ていただいてるわけですよ。はい、じゃあまずはね、ちょっと生楽器の演奏しながら、ちょっとね、あの皆さんに熊五郎さん見ていただこうと思うんですけどもね。はい、じゃあまあカメラさんなど皆さん準備よろしいですかね。はい、池田さんが指さしてますね。はい、切り替えいいですかっていう感じで指さしてますね。OK ですかね。はい、というわけで、ゲストのご紹介をさせていただきましょう。本日のゲストは、ユーストリームお構いなくでおなじみの熊五郎さんです。よろしくお願いします。こちらに、はい、あの楽器置いて座っていただきましてですね、はいはい、今日のゲスト熊五郎さんとちょっと投稿したいと思います、はい、お願いします。お願いします。はい、でですね、はい、ありがとうございます。あ、どうぞどうぞお座りいただきまして、3人さんどうぞお座りいただきまして、はい、あとですね、すみません、プレゼントのお知らせをちょっと最初に忘れてましたね、すみません、ね、はい、プレゼントのお知らせをね、ちょっと今座ってる間にさせていただきますとですね、はい、ですね、前回もですね、あの大好評のプレゼントさせていただきました、はい、こちら、田中のり店さんのですね、はい、コラーゲン美人のりというですね、商品、これね、食べるだけで美人になれる、コラーゲンがたっぷり入っているこののりをですね、あの薄いのりにコラーゲンが入ってるんですか。そうなんですよ、塗り込まれているというですね、はい、これ大変ね、あの女性の方に人気らしいんですけども、はい、こちらをね、1名様に今回もプレゼントさせていただきま す、はい、番組終了までにですね、熊五郎さん大好きなどね、ちょっと熊五郎さんに対するね、やだ、ありがとうございます、はい、コメントいただいた方の中からね、1名様にね、あの送らせていただきますんでね、はい、番組終了後にあの私の方からあのツイッターでメッセージを送らせていただきますので、当選者の方ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。お願いいたします。はい。というわけでね、あの今日はあの熊五郎さんとして来ていただきましたけども、はい、普段はこちら、はい、ソフトバンクお構いなくというね、はい、こちらの番組をまあやられているということなんですけど、はいはい、ね、そうなんですよ、ね。この番組いつからやられているんですか。番組自体は結構前からやってるみたいなんですけれども、はい、僕たち熊五郎が番組に
加入させていただいたのが、はい、大体約1ヶ月前ぐらいから。お、1ヶ月ぐらい前から、はい、されていると。なんでバンバンと緊張してるみたいで、あの顔が、こっち表情がこわばってるんでね。普段でもユーストリームされてるんだから、もう慣れっこなんじゃないですか。そうなんですよ、これ多分、先プロレスしてなかったからね、ちょっと多分テンション上がってない。あ、テンション上がってるからですね。はい、で、そのユーストリームやりながら、普段はバンド活動されているということですよね。はいはい、普段どこで活動されてるんですか。そうですね、神戸、明石を中心に、うん、まあ、路上ライブとか、はい、あとはまあ各地のイベントに出させていただいたりとか、はい、そういう風なんでね、僕たち活動してます、はい、ああそうなんですね。それはだから路上でやって、それはもう先ほどのね、あのお構いなくのあれテーマソングだと思うんですけども、はい、そう、自分たちでいろんな曲も作られて、はい、はい、そうです、やってるということなんですね、はい、バンド結成からは何年ぐらいなんですか。そうですね、結成は最初に結成したのがもうでも5年ぐらい前、5年ぐらい前から、結構長い間ね。でもその時はちょっとメンバーが違っててですね。あ、そうなんですか。私はまあ後から加入したんですね。あ、そうなんですね。分けありなんですね。後から加入されたから一番喋ってますよね。そうなんですよ。どんどん行け、なんかどんどん行け。感じ違いますもん、一人だけね、こう、ね、伝わりますか。落ち着いた感じがね。バレた。シャツ、シャツ、帽子みたいな。あ、伝わりますね。伝わりますね。あ、でも今ね、あのペガサス731さんからですね、お構いなくうまいですねという、うん、ありがとうございます。ペガサス流星群、ね、ペガサス流星群、ありがとうございます。流星群じゃないですね。で、まあその演奏されてということなんですけど、普段普通あの何されてる方なんですか。バンドじゃなくて本職はそれぞれ、はい、普段はそれぞれ社会人しながら、あ、されてるんです、はい、してます。ソフトバンクの店員さんではないんですか。私は店員さんです。あ、店員さんですね。店員さんなんですね、そうなんです。岡本店さんの、もともとそうなんですけど、今ちょっと移動して、移動して別の店舗でやられている、はい、他の残りの2人は何を、まあ、まあ、別の接客業で、あ、接客業で、はい、また音楽とはまた別の、そうですね、はい、しゃべり慣れしてる感じですもんね。ねえ、今ね、コウメ102403から熊五郎最高という、ありがとうございます。ファンの方がすごいね、多いという印象があるんですけども、いえいえ、そんなことない、そんなことないって言われますね、いつもあのお構いなくという番組やられていて、あれではどういった内容を配信してるんですか。はい、そうですね、まあ、ソフトバンクの情報をですね、はい、その新機種であったりとか、うん、はい、まあ、おすすめな情報アプリ、はい、機能を、はい、お伝えしながら、お伝えしながら、まあ、僕たち熊五郎も、歌を届けさせていただいたりとか、そういう感じでですね、はい、1時間ぐらいの、番組をやってます。あ、なるほど、ね、またね、今年もね、もうちょっと終わりに近づいてますけども、来年なんかお構いなくてやりたいこととかってありますか。そうですね、鍋とかしたいですね。あ、 鍋ユーストみたいなね、まあ、年末年始でね、はい、うん、はい、あとはそうですね、たくさんの他 の、仲間、アーティストさんの、ね、仲間を呼んで、はいはい、ゲストとして来ていただいて、ゲストの方たちの歌をお届けたりとか、そういうのもできたらしたいなみたいな。なるほど、なるほど、いいですね、いいですね、いいですね。そんなこと思ったんですね。ありがとうございます。じゃあね、ちょっとここでもう一曲ちょっと披露していただきたいなとか思ってますけども、はいはい、ぜひぜひ、大丈夫ですか。よろしくお願いします、はい、じゃあすみません、もう一度じゃあスタンバイしていただいて、はい、これもまだ生楽器の演奏でよかったですかね。はい、そうです、生楽器ですね、はい、はい、じゃあまたスタンバイしてください、はい、お願いします、はい、じゃあすみません、今スタンバイしてる間にですね、もう一個の告知がございましてですね、はい、なんとですね、先ほど田中のり店さんのですね、コラーゲン美人のり紹介させていただきましたけども、はい、そのね、田中のり店さんもですね、応援しているですね、ユーストリームの番組がございましてですね、こちらがですね、よいしょ、こちら、エンムスビームというね、これは毎週日曜日朝10時から11時に放送されているユーストリームの番組なんですけども、こちらの番組にですね、なんとうちの奥さんがですね、はい、次回の放送に登場させていただけることに。なりました。すごい、はい、伝説の、そうなんですよ、奥さん、奥さんがヤブ嫁って書かれてます。ヤブ嫁が登場します。はい、そしてこのヤブストリームのエンディングであるですね、今日から始まる物語をですね、なんと生歌で披露するという。おお、はい、めっちゃうまいですもんね。うまいですよ、うちの嫁は。はい、ヤブさん、で僕はちょっとその間ヤブさん出ないんですか。そこ僕は子供の面倒を見てスタジオの外で待機という。それちょっと縁結ばれぬ的な、縁結ばれ的な感じですけどもね、もうちょっと応援していこうかなというふうにね思ってますんでね、はい、もうスタンバイの方は大丈夫ですかね。はい、今ちなみにツイートでですね、立ち明さんから、なんとソフトバンクの店員さんだったんですねみたいなこといただいてますね。ありがとうございます。はい、それさらにですね、コウメさんからもですね、よっちゃん照れすぎっていうのいただいてますね。照れますよ、本当に照れますよ。すごい異常なテンションになっていってますもんね。なってますもんね、上り詰めていってる感じが、まあ、どんどんもうパンクしようかなと思う、最後映像の上で、ね、そしてクロロ66さんは、お、楽しみですねというね、この演奏を楽しみにしていただいてますね。ありがとうございます。
はい、じゃあそろそろじゃあ次の曲のタイトルも教えていただいていいですか。はい、タイトルは何ていう曲ですか。なんてねっていう曲。なんてねっていう曲ですね。はい、それでは、カメラさんもいいですね。はい、それではお聞きしましょう、熊五郎さんでなんてねという曲です。よろしくお願いします。言われてましたよ。ねえ、失敗な歌詞の中に名前とか入れていただきましたよね。やぶやぶ言われてましたよ。光栄ですよ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあもう熊五郎さんね、いっぱい演奏していただいてですね。はい、多分ちょっとお腹も空いてきたんじゃ。はい。はい、時間もちょうどね、すごい。いい感じの時間。いい感じの時間でね。はい。
じゃあこのヤブストリームの名物のコーナーに、参りましょうかね。はい、いいですかね。今ちょっとロゴの準備してますからね。いいですかね。OK ですね。はい、ではここで参りましょう、究極のハンバーガーを作ろうのコーナー、イエーイ。はい、じゃあアロワさん、入ってきてください。どうぞどうぞ。はい、というわけでですね、今日もですね、うちの、フードクリエイターのアロワさんにですね、はい、新しい、創作バーガーをですね、ちょっとこの場で作ってもらおうかなと思ってるんですけども、はい、じゃあ熊五郎さん、しばらくちょっとここでハンバーガー調理しますんで、ちょっとそこで待機しておいてもらっていいですか。はい、今からそちらハンバーガーお持ちしますんでね。待てです。待てです。待てですね。はい、はい、じゃあ今日はアロワさんが作っていただくバーガーなんですけども、はいはい、今日はやっぱり音楽がテーマの回じゃないですか、ね、この後の iPad バンドのね曲も初披露、はい、しますからね。というわけでアロワさんが今日作るバーガーのタイトルをちょっと教えてもらっていいですか。はい、ロックがテーマのバーガーです。おお、はい、すごいですね。もうロックなハンバーガーというですね、どんなものが出てくるか想像がつかない。もう岩のように硬くて噛めないんじゃないですか、やっぱり。そっちのロックですか。はい、岩石の方のね。岩石の方。まあ、ハードロックカフェでもね、やっぱりハンバーガーすごい美味しいですからね。そうですよね。そう、アメリカナイズなものがね、出てくるんじゃないかなと思うんですけどもね。楽しみ。ね。楽しみ。ちょっと準備しながらツイートを読むとですね、クロロ66さんからですね、曲をね、聞いた感想でも、イエーイ、パチ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 っていただいてますね。ありがとうございます。イエーイ。イエーイ、ありがとうございます。画面もすごい。イエーイ。で、あとですね、ウィルウェルユーストさんからもね、パチ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 って拍手いただいてまして、あと波早ノースさんから、イエーイっていただいてますね。はい、もう、画面越しで。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当にありがとうございます。本日は DJ の小島明子さんからもね、始まった、パチパチというふうにね、いただいてますからね。小島さん、ありがとうございます。小島さん、ありがとうございます。はい、あ、これまずもう、今パンを早速焼いてますけども、はい、そうです。長い。今日は2種類。美味しそう。トングがおしゃれ。組んでいきます。二種類。これなんていうパンですか、これは。これは、チャバタっていうパンなんですけど。チャバタ。チャバタ。チャバタ。人に説明するときは、なんでしょう、オリーブオイルを練り込んだ生地なんで、冷めても柔らかくて、フォカッチャよりかは軽いんですけど、ふかっとした感じの美味しいパンです。ふかっとした感じの美味しいパン。でそこに今これはソーセージですかね。そうですね、はい、はいはい、ソーセージが一緒に焼かれておりますね、はい、最初ロックなイメージのバーガーと聞かれて、何やろうかと思って、周りに結構音楽をやってる方が多いので、うんうん、はい、焼きそばパンとかかなっていうふうに言ったら、稲鯛と言われたんですけど。稲鯛って何ですか。なんかちょっとダサ、芋っぽい、芋っぽいということですね、はい、どうしてもその青春でんでけでけでんのイメージが。青春でんでけでけでん、古い映画なんですけど、はいはいはい、はい、そうですよ、ちょっと違うって言われたんで、ちょっとおしゃれな、おおしゃれな、はい、ヨーロッパ系のブリティッシュロックみたいな感じのおしゃれなバーガー。おーっと、いいですね、いいですね。フィッシュ&チップスとかそういうことですか。あ、そうなんです、ね、おしゃれですよね。そう、さあ、パンの方も今だんだん焼けてきましてですね、はい、どんどん足がしびれていく。小梅102403からもイエーっていただいてますね。ありがとうございます。はい、いい匂いしてきた。いい匂いしてきましたね。立ち上げさんもジュルルルルってね、ちょっとよだれがね、ツイートいただいてますけどもね。ジュルジュル女子ですね。ジュルジュル女子ですね。減りましたね。減りましたね。見たら余計減りますね。ねえ、楽しみですね。ちなみに熊五郎さん、それぞれ好きな食べ物とかってあるんですか。はい、はい、左から僕はカレーが大好きです。お母さんの作るカレーが大好きです。あ、いいですね、家庭的ですね。はい、はい、あとハンバーガーが大好きです。おお、素晴らしい。いい人いましたね。週5でマック行ってますもんね。1週間に12回行ったことあるの。朝昼晩とね。聞きました。焼肉です。あ、焼肉が大好き。若いからもうね、贅沢なものがね、出てきましたね。はい、いや、でも一番ハンバーガー好きな、ね、舌はもう楽しみ、いよいよ植えてますから。岡本で働かれてたんでしたら、はい、岡本商店街の岡本バーガーってのあったでしょ。ちょっとあるんですよ。あるんですよ。あんまり休憩に行けてないからということですね。ぜひまたチャレンジをね、はい、していただいて、はい、岡本バーガーをね、熊本で行きましょう、ね、そう、クロロ66さんからもロックバーガーですかというふうにいただいてますね、はい、ロックバーガーですね、今日はね、はい、楽しみでございますね。
どんなバーガーが出てくるかがね。お腹すいた。お腹すきましたね。もうだってもう時間も10時前ですからね。もうそんな。もうこの時間が食べるかどうか悩む時間帯ですよね。そうですね。そう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 。ね、はい。今ちょっとマイクチェックしてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、この後、このハンバーガー食べてからの iPad バンドのね、曲を披露するということなんですけどもね。はい。はい、お、パンが焼けましたね。焼けました。焼けました。ああ、もうパチパチといい音がこれしてますね。してますね。はい。ちょっと焦げ目ついたぐらいがいいですね、これね。はい、すごい。これソーセージは1本だけでいいんですか、これは。そうです。今日2種類用意しましたので、はい、1つ目が、ロックかどうかわかんないですけど、あのロックのイメージっていうと、ロックのイメージカレーというふうな。カレーカレーちょうどカレーが好きな人もいますから。すごい。今日のバーガーが知ってたかのような発言でしたね。素晴らしい。ありがとうございます。ロックなカレーのバーガー。そうなんです。ね、ドイツの、ソウルフードらしいんですけども。カレーが。あのフランクフルトっていうんでしたっけ、ホットドッグ、はい、みたいな感じで、はい、ソーセージの上にカレーのパウダーを振りかけるのが流行ってるそうで、はいはい、そういうあの食べ物がちょっと私のイメージロックっぽいかなと思ったんで、ちょっとそれを真似してハンバーガー風にアレンジしてきました。すごいですね、はい、本格的ですね。そしてこちらね、野菜が敷かれまして、はい、敷かれまして、はい、この上にこれは、ま、ドイツの、ロックをイメージしたこれソーセージを乗せて、あ、こっちはソーセージの方ですね。はい。で、そうですね。すごい。こちらなんですが、こうですね。はい。おお、今ね、ドーンとでかいのが乗りましたね。ソーセージ乗りました。はい。はいはい、ちょっとこっちはジャンクな感じにしたいなと思いましたので、こちらは今のはビーフパストラミを、ビーフパストラミ、はい、これはベーコンですかね？ビーフパストラミ、あ、これがビーフパストラミです。全然話聞いてないです。ビーフパストラミ、ユータじゃないですか。ビーフパストラミって何ですか？ビーフパストラミはビーフパストラミです、はい。あ、そうなんですか。そういうものがあるんですね。そういうものがビーフパストラミだそうです。パズンのカバンみたいですね。そのカバン。何でも出てくる。で、ちょっとまたさらにジャンクな、はい、おフライドガーリックをちょっと散らす。あー、いいですね、これね。ガーリック乗りましたよ。これ美味しい。美味しい。これは美味しい。で、チーズを、チーズも乗った。またちょっと失礼いたします。はい。まさか。まさかのバーナーで、はい、スタジオ内でバーナーを使うことも3回目ですかね、今回でね。そろそろ怒られるかなと思いつつも毎回やってしまうんですけど。オーナーの今川さんが会うたびにコンバーナー、コンバーナー言うんですよ。会いたくない、怒られそう。あ、すごい、チーズが美味しそうに焦げましたね。泡立った。泡立ちました。はい。で、この上にパンをかぶせて、はい、すごい。これで出来上がり。出来上がり。ありがとうございます。できた、できた。ありがとうございます。よいしょ、おしゃれ、はい、何から何までおしゃれ。いけましたね、はい、いけましたね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあくるんでいただいて、はいはい、じゃあどなたか、そうですね、あの熊五郎さんに、あとでね、人数分か、あのありますんで、とりあえず番組中に一口ずつ食べていただけたら、はい、やった、よかったら、はい、こういうのは最初に一等感とね、どうぞどうぞ、後になったらコメントが大事な、はい、じゃあカメラこっちですんで食べて、はい、これはどういった、めっちゃもう斬新なコメントが、ビーフパスタ、どのビーフパストラミだそうです。サブライかなんかね。いただきます。どうぞどうぞどうぞ。すごい、あ、来た、はい、どうでしょうか。これはまさに、やめてよ余計なことすんの。普通の素直なこと言ったらいいから。もうあの全ての具材がバランスよくマッチして、まさにヤブストリームの宝箱です。よっ。全然うまくないね。これ一人目やからコメント。すごいな。二人目はそうなるし、三人目はそうなるから。え、どうぞ。でもそんな感じで言っていいんですか。はい、はい、ね、そっちに置いていただきます。はい、はい、じゃあ僕はこれを何でしたっけ。ビーフストロガノフです。違うよ。何でしたっけ。こっちもビーフパストラミ。それお前やろ。え、この人もビーフパストラミ。これはドイツ風のフランクフルトっぽいロックなバーガーです、うんうん、はい、ロックなバーガーです。あの、どう考えてもうまい。トマゴさん、3人分ってますよね。どう考えてもうまい。もっといこう、うん、もっと。すごい、すごいですよ。はい、
膝に。インパクトはどう？インパクト。インパクトはね、うまい。はい。ありがとうございます。味のバランスは？うまい。香りとかどう？全然。うまい。全部うまいじゃないですか。うまいしか言ってない。はい、次。これがビーフパストラミの方ですね。僕も。うまい。うまい。本当に熊五郎さんね、いっぱい食べてもらってますけどもね、こちら、クロロ66さん、スパイシーで食欲そそるねっていただきましたね。あとマスクルマンさんからもね、うわこんな時間だけどお腹空いてきたっていただいてますね。意外にこのスパイスが効いてましたよ、ね、美味しいですか。本当に全部のバランスが良くて、素晴らしい。ありがとうございます。はい、まだじゃあこちらのハンバーガーはまあ好評であれば、はい、あのアロワさんのお店で食べられるかもしれないということで、はい、いいんですかね。はい、はい、前回のつくねバーガーもすごい好評だったんで、はい、お店でもちょっと出してたんですけど、はい、めちゃめちゃ人気でした。素晴らしい。食べに行きました。私ありがとうございました。あのコラーゲン美人のりを、ね、使ったバーガーもねありましたね。味がしっかりしてたんですごい、パンに挟んで正解のものでした、うんうん、ね、アロワさんのお店は谷町四丁目にありますカフェ&バーですかね、はい、カフェ&バーの二度見さんというお店になりますんでね、はい、詳しくはヤブストリームの方の Facebook をご覧ください、はいはい、というわけで、究極のハンバーガーを作ろうのコーナーでした。どうもありがとうございました。おいしいです。はい、本当においしいです。じゃあ熊五郎さん、ここからですね、はい、いよいよ iPad の曲を披露という形になりますので、ちょっと一回それを置いていただきましてですね、あとでゆっくり、あとでゆっくり味わってください。はい、はいね、今あのオレンジさんからもめっちゃ美味しそう、熊五郎さん一生懸命食べてる姿が可愛いすっていただきましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあここからですね、いよいよ iPad バンドの曲披露という形になるんですけども、我々の前にですね、はい、我々はちょっと今日のメインイベントですから、うんね、なんか食われるんちゃうかなっても思ってるんですけど、今演奏すごかったじゃないですか。すごかったですよね。本格的な。そうです。だから生楽器にそのね、僕らの iPad がどこまで肉薄できるかみたいなテーマもあるわけですよね。はい、ですね。いやそうで、まあ最初にですね、まあ、あの熊五郎さん、普段は生楽器でね演奏されてる方なんですけども、はい、まあ、今回はね、あのヤブストリームが、まあ、iPad でやるということで、まあ、賛同していただきまして、うんうんうん、で生楽器と、まあ、iPad を組み合わせたらこんな演奏できるんじゃないかというのをね、今日はやっていただけるということですね。すごいですね。リハーサルも見てたんですけど、すごかったですよね。すごいですよね。なんか、ちょっと小室的な感じでしたもんね。小室哲哉さん的な動きをされる方がいらっしゃる、いらっしゃるということでね、はい、はい、準備ができたら言ってくださいね。 iPad の上に iPhone 置いて操作してますからね。これはあの iPad のアプリは何ていうアプリを使っているんですか。 iPad のアプリはガレージバンドです。お、ガレージバンドを使っている、ね、今450円でね、非常に安くなってますから、ね、お得ですよ、はい、ガレージバンドの上にあの1個置いてるんですよね、 iPhone を、はい、iPhone 置いて、ちょっと元あるベースに作ったメロディーと、まあ、自分も演奏するので、はい、ちょっと二丁持ちしています。 あ素晴らしい。二丁持ち、二丁持ち、すごいですね。おいおいおい、そんなワード。で、リーダーも今手元に iPhone 持ってますけども、これをガレージバンドで、はい、これドラムをされるという、そうですね、ことですね、はい、でギターはもう生音でいくということですね、はい、緊張するわ、はいはい、じゃあこれはあのこれもオリジナルですか、ひょっとして。はい、オリジナルです。すごいですね。ありがとうございます。すごいですね。私たちは首を絞めてるんじゃないですか。どうかもしれないですけどね。大したことない。本当かも。ハードル上げられて。いやいやいや。さっき合わせたぐらいの感じなんで。もうちょい逃げ出すと思いますよ。わーっと。よし。よし。いいですか？いいですか？OK ですね。はい。緊張する。はい。じゃあ曲のタイトルを教えてください。はい、心を込めてという曲です。はい。じゃあ心を込めてですね。はい。ではよろしくお願いします。お願いします。
丈夫？最後まで、最後まで走り続けよう。僕がそばにいるから、君がそばにいてくれるから。すいません、すいません。こんな感じで最後まで走り続けますので、よろしくお願いします。拍手が頼りだな、はい、お願いします。君が思った言葉は楽しい言葉、悲しい言葉。この歌を心で感じましょう。感じられたならみんなで笑いましょう。辛いこと全部思い入れたって、あの大きな空よりでっかく思えますか。さあ歌いましょう。我が歌うこの歌に心を込めて伝えましょう。さあ声を張り上げて、ヤブストリームにいるから、君がそばにいてくれたから、繋がっていたい。これからもずっとそばにいるから、ずっと君のそばにいるから、心はいつも君と一緒だから。ありがとうございました。いやもうやっぱ音の厚みとかはいいですね、生楽器も入るとすごかったですね。これはだからそのガレージバンドを使って、ガレージバンドちょっとカメラの方にあのこう見せてもらってもいいですか。ガレージバンド、あ、これですね。おー、すごい、すごい、がっつり作ってるし、これもともと曲をこうやってあの1個ずつ入れていったわけですよね。そうですね、はい、すごーい、すごい。でこれを流しつつ、そこにあの iPhone を上に置いて、はい、ピアノの鍵盤で弾いてたんですよね。はい、はい、ピアノの方のアプリは何だったんですか。こっちもガレージバンドで、あ、ガレージバンドのピアノのやつを選んでやったんですね、はい、すごい、すごい。実際どうですか、やってあの弾かれた感想というのは。いや、感想も何もないぐらいもう全然ダメだったんで、ね、いやいや、はい、初めてやったんですよね、これは。そうですね、もう今日のために、はい、まあ、ちょっとチャレンジする意味で、はい、作ってやってみようということだったんで、いや、すごいですよね。ちょっとレベルがもう僕らと全然違う。ね、上がりまくってますよね。いや、はい、いや、ツイートもね、あの立明さんからとにかく全員が楽しそうで見てる方も楽しいです、うん、ありがとうございます。それだけがこの家で、それだけが、ね、それだけが。ね、マスクマンさんもね、パチ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 で拍手いただいてます、ね、ありがとうございます。コウメさんからもよっちゃん頑張ってっていただいてますよ。ありがとうございます。すごいあのよっちゃんさんのファンですよね。よっちゃん大人気ですね。よっちゃん大人気。いやもう、ね、ありがとうございます。じゃあここでですね、ちょっとじゃあ熊野さんちょっと休んでいただいて、はい、いよいよじゃあ今度は我々の演奏の順番がもう回ってきちゃうわけですよね。こんなに演奏を聞いた後いいんじゃないですか。ね。ね、
じゃあ、 皆さんちょっとずつスタンバイしていただきまして、はいはい、でその間にじゃあちょっと私告知してますんで、ちょっと皆さん立ち位置を、はい、その間ハンバーガー食べて、いやハンバーガーは後で食べていただいてハンバーガー後で食べていただいて、はい、ですね、はい、じゃあ田中さんにも、はい、中場さんも、はい、入ってくださいね、はい、これや、はい、皆さんiPad に、こちら線を差し込んでいっていただけますでしょうか。はい、はい、とですね、はい、メンバー紹介的なこともあって、あります、後であります、後であります、はい、すみません、今皆さん台本読んでないもんで申し訳ない、今コードをですね、それぞれの iPad につなごうとしておりますんでね、少々お待ちくださいね。池田さん今こっちに抜けますか。はい、今回ですね、まあ、なぜそのヤブストリームでも iPad バンドをやろうかということなんですけども、実はですね、こちら、アップレイヤーズコンテストというのが、開催されます。これはですね、新生堂さんという、まあ、会社、音楽の会社ですね、新生堂さんがですね、エレックさんと組みましてですね、iPhone と iPad の楽器アプリを駆使するバンドコンテストをやりますと。はい、でこちらなんと優勝するとですね、賞金が100万円いただけます。よっ、100万円、全部ハンバーガー食べよう、それでハンバーガー食べ放題、これ全部ハンバーガー食べよう、全部ハンバーガーになります。でさらに ABEX さんからなんとデビューもできるじゃんというね。マジっすか。 iPad バンドとしてデビュー、ヤブさんそれ目当てですか。もうみんな人生変えちゃおうかなっていうね、はい、我々ちょっとこの貧乏ゆすり番組もね、100万円ちょっと売ろうんじゃないかということでね。貧乏ゆすり番組でしたっけで、まあ、こちらのね、バンドの、まあ、応募資格なんですけども、iPad、iPhone の楽器アプリをメンバーの一人だけ使ってればいいみたいなぐらいのルールなんですね。はい。なんで、まあ、今、熊五郎さんがやってたようにですね、まあ、例えばギターとかが混じってても全然大丈夫なんですよ。だから熊五郎さんも全然応募されたらこれいいと思うんですけども、ね、はい。出来だと2円ぐらいしかない。でこれがですね、もう応募がスタートしております。11月の11日からスタートしておりまして、来年の1月15日が、締め切り、応募締め切りとなります。でこのまあアップレイヤーさんのところの、まあ、サイトから応募ができるんですけども、演奏しているですね、曲のデータではなくてですね、映像ですね、曲をどういう風に、まあ、みんな楽しく弾いてますかみたいなのが審査基準になるそうですんで、まあ、上手い下手とかもね、もちろんあると思うんですけども、みんなで iPad 使ってどうやってやってるかなっていうのをね、向こうはちょっと見たがってるということですんでね、はい。で、まあ、まあセッティングをねどんどんやってますけどもね、ちょっと私のコードどっかありますかすいません、私は3番でしたっけね、3番ですね、3番、あ、3番ありました、3番いただきます。私はこの3番のコードを突き刺します。よいしょよいしょと、はい、刺しましたと、よいしょですね、はい。で、まあ、先ほども言いました通りですね、今回、このコンテストは、バンドメンバーの一人だけが iPhone、iPad を使ってたらいいんですけども、ちょっと、僕らはちょっとそれじゃ目立たないかなと思いましてですね、いつも、ヤブストリームを配信してる、まあ、皆さんでですね、全員がちょっと iPad を使ってですね、5人の今回メンバーでですね、出場しようかなっていうふうに考えております。はい。それぞれ楽器の紹介なんですけども、まあ、一番端の、大阪王将村山さんは担当なんですか。私はベースです。お、ベース担当でございます。お、ありがとうございます。村山さん拍手ありがとうございます。はい、村山さんは普段バンドもねされていて、はい、バンドの名前は虹色ドーナツという、はい、スキマスイッチ の、 カバーをする専門のバンドなんです。専門のバンドされているということでね、はい、はい、で今回はだからも多分一番まともな音が出るそう、なんか楽器が変わったんで、うん、弾けへんのちゃうかなと思ったんですけど、あっさりいけましたね。いけましたか、はい、ガレージバンドで。ありがとうございます。というわけで村山さんはベースを、はい、ガレージバンドで弾かれるということですね、はい。でその横行きましょう、こちらドットコムの田中圭一郎さん、普段はね配信でスイッチャーなどやっていただいてますけども、はい、ありがとうございます。で田中さんは、アプリ何ですか。ガレージバンドです。ガレージバンドで、はい、弾かれるのがピアノということですね、はい、はい。田中さんはピアノを弾きます。田中さん、田中さん、ありがとうございます。田中さん、じゃあちょっと画面にこれピアノを見せていただいていいですか。こういう上下2段にこう分かれているんですよね。ですね、はい。でこれそれぞれ鍵盤がもうそのまま音が鳴るという感じですね、はい。田中さんは昔習ってはったんですか、ピアノとかは。もう幼少の頃ですね。幼少の頃に習われていた。ボンの頃。ボンじゃないです。ボンじゃないです。やめてください。ボンじゃない。ボンじゃないという。ボンじゃないです。はい。ね、昔習われていたということですね。はい。はい、でそしてアロアさんが今回これは見せていただいていいですか。これはガレージバンドですね。ガレージバンドで、はい、ドラムとボーカルを担当します。よ、ドラムとボーカルです。よ、珍しい。ね、
ですか、ドラムとか叩かれるのは。全くの未経験ですね。あ、今回初めてやられるんですね。はい、はい、実際どうですか、叩いてみてご感想は。実際のドラム触った記憶もあんま覚えてないんですけど、まあやっぱ全然違いますね、はい、iPad でやると音はすごいこうちゃんと出るから音とはなるんですけど、うん、これだからちょっと画面に見せていただいて、あの結構叩く位置とかね、強さにもよって変わるんですよね、なんかこのこことかここと全然違うかったりとか、叩いたらカチンってちゃんと言うし、ちゃんとリムも すげーね、全部変わるんですよね、はい、はい、で割とちょっと強めに叩いたりとかね、そうなんです、必要ということでね。であとボーカルも今回はチャレンジされると、はい、はい、カラオケとかよく行かれる。ボチボチですね。ボチボチ行かれる、はい、高校生の時は毎日行ってたんですけど、最近はなかなか、うん、ね、まあ、これでひょっとしたら ABEX さんがデビューするかもしれないんでね、わお、その時はぜひ、ね、はい、よろしくお願いします。じゃあ薄いのを着せられそうです。着せられる、着せてもらえる、着せてもらえるです、ね、そしてあの中場さんね、もうご存知あのプロヒデさんですよ、はい、はい、で中場さんはね、いつもはヤブストリームの配信をねやっていただいてるんですけども、アプリは何というアプリを使うんですか今日は。はい、12ストリングス HD という、はい、それじゃあちょっと立ち上げていただいて、あ、この12弦のこれギターがね弾けるアプリなんですね、はい、やっぱね音の厚みがやっぱりね6弦とちょっと全然違うというね、すごいコードもいっぱい登録できますね。あの有料版はコードがいろいろ登録できるんですけど、はい、有料版は多分固定っていうか決まったやつしか登録できない、うん、できないということですね、はい。中間さんギターは昔やってはったんですか。ギターやってましたよ、高校、まあ、中学2年ぐらいから。おお、すごいじゃないですか。モーリス持てばスーパースター、夢じゃないと、はい、青年宣伝を見て、はい、で勝ったんですけど、スーパースターは夢だったというか。今からです、今からですよ、遅咲きですよ、大丈夫ですよ。ね、じゃあ中間さんもね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしてまあ私ですね、私もあのガレージバンドを使いまして、僕はギターをやろうかなというふうに思ってます。はい、でまあ僕はあのギターはあの大学時代に先輩に教えていただいて、そこからまあ社会人の2年目ぐらいまでやってたんですけども、僕はあのやってたバンドのボーカルの女の子と僕が手を出してまあ結婚しちゃってですね、でまあバンドが解散、バンド解散しちゃったっていうのはよくある話。今度ユーストリーム出られる。あ、そうです、そのうちの嫁さんが今度あのエンムズビームという番組に出て生音を披露するというですね、いろいろつながってるね、というわけでね、やっていこうかなという、まあ、こんなメンバーでお届けします。はい、ありがとうございます。はい、でまあ、今日はあの披露する曲なんですけども、あのちょっとなオリジナルソングを作る時間がちょっと僕らなかったのでですね、最初はちょっとカバーでいこうかなと思いまして、はい、フォローミーという曲をやろうと思ってます。はい、でまあ、この曲はですね、あのバンドを志す者なら誰もが読んでいるであろうベックという漫画がありましてですね、はい、でそのベックの、主人公の小雪くんという男の子がですね、初めてバンドを組んで商店街のバンドコンテストに出て優勝した時の曲なんですね。へー、はい、非常に縁起のいい曲を今からやろうかなと思っております。はい、というわけでね、ちょっと今 iPad これ使ってるんで全然皆さんのツイートが見れなくて本当申し訳ないんですけども、みんなが今頃拍手をしてくれてるんだろうなという、ありがとうございます。まあ、熊五郎さんがね、もう今日一番多分拍手をしてくれるだろうなと思いますんでね、はい、いつも拍手されてる側ですから、今日はいっぱい、今日はまあいっぱい拍手をちょっとしていただいて、楽しみです。ぜひあったかい目でね、みんな見守っていただければなと思いますんでね、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ音はもう大丈夫ですかね。音はいけてますね。はい、じゃあドラムこんなもんですかね。あ、ちっちゃい、ちょっとちっちゃい、ちっちゃいか。ドラムの音、これはでもマックスですね。はい、ドラム叩いてください。僕らだったから分かるけど、返しって大事ですよね。はい、聞こえてくる音どうでしょう。もっと大きい方がいい。もうちょっと大きくできます。はい、今ドラムの音を調整してます。うわ、びっくりした。限界。かしこまりました。ちょっと消えそうかもしれないですけど、他の音を逆に下げた方がいいですかね。そうしたらどうでしょうか。あ、はい、はい、今日はね、あの音響になんとあのスタジオソニックの酒井修ちゃんさんがですね、もう今日のためにですね、もうわざわざちょっともう遠いところから足を運んでいただきました。酒井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。
もうちょっと酒井さんなしでは成立しなかったこの企画ね、もう皆さん大変お世話になってます。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと音ちっちゃいですね。はい、先ほどちっちゃくなっちゃった。はい、はい、これマックスですよね。なんでだろう、なんでだろう、ちっちっちっちが、そう、後ろ向きにしようかな。3と4入れ替わってるかもしれない。あ、なるほど、なるほど。はい、3をじゃあそっちに、はい、4をいただきます。よいしょ。あ、大きくなった。おー、僕のギターちっちゃくなった。あ、OK ですね。はい、はい、じゃあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。じゃあ、あの、ドラムの。はい。あー、はい。はい。で、皆さん、あの、これ、この映像を、まあ、後で何回も撮りますけども、まあ、にこやかに笑いながら。そうです、撮りますよね、もう一回。何回も撮りますよ、はい、まあ、生中継で撮るのはこれですけどね。はい、はい、いきますか、そしたら。はい、いいですよ。はい、いけすか。はい、いきます。はい、お願いします。フォローミー Baby I won't let you leave if you believe me And I always set you free from all those yesterdayesDon't know how much I got believing you. I was standing at your shoulder, shivering in such a cold summer breeze. Meanwhile, I wonder where he look for the line between love and friends. We be twisting ourselves again. I was standing at the corner.Only see what's in the wizard turning free Waiting to back up on my feet Leading a line between night and day I'll be twisting myself again Follow me Baby, I won't let you leave if you believe in me And I always set you free from all thoseDon't know how much Follow me Maybe I won't let you leave If you believe in me And I always set you free From all those yesterdays But you don't know how much I got believing you But you don't know how much I got believing youじゃ今のちょっと違います。最後もう一回ほどサビ繰り返しがあったんですよ。すみません、本番弱いんですね、うち実は。いや、緊張も解けたところでね。そうですね、本番ということでね。もう一回やりましょう。もう一回やりますか。もう一回生中継でやって、それでアンコール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 やるぞイエーイ、やるぞやるぞ。ほら、みー、ほら、頑張ろう、頑張ろう。ウィス、ウィス。もう一回ちょっと、もう一回やりましょう。はい。すみません。いやー、ちょっと緊張しましたね。緊張するもんしますね。しますね。はい。いきます。はい。OK です。聞こえるの大丈夫です。はい。はい。いきます。いきます。ちょっと待ってください。これがね、ちょっとむずいんですよ。こうやって音ってもっとでかくなんないですよね。これ限界ですよね。ですね。はい。はい。はい。いきます。はい。はい。はい、よし。はい。Follow me, baby. I won't let you leave if you believe in me.When I always hope to see you すみません、もうちょっと。いいよいいよ、大丈夫、大丈夫。パパの押し方が大丈夫。そうですよね。大丈夫です。パパの押し方が大丈夫ですよね。そっか。はい、飛びましたね。いき
します。飛びましたね。はい。大丈夫ですよ。英語喋るだけなんて難しいですかね。ねえ。そうですよ。普通に考えて。はい、次一回やって、一旦番組終わって、そこから頑張りましょう。終電まで。はい。はい。熊頃は手拍子はしない方がいいですか？聞こえないかな？聞こえない。あった方がいい。どっちだろう。どっちでもいける。あった方がいい。じゃあやってください。はい、頑張ります。がっつりやってください。もうそれに合わせてやりますんで。OK です。はい。任せてください。はい。はい。行きます。行きましょう。はい。はい。これちょっと移動してましたもしかして。これ。こっちの方がいいですね。あ、はい。はい、わかりました。はい。じゃあこれで。行きます。すみません。はい。はい。行きましょう。Follow me, baby. I won't let you leave if you believe in me. And I always set you free from all those yesterdays. But you don't know how much I got believing you. I was staring at your shoulders, shivering in such a cold summer breeze. Meanwhile, I wonder why we're here.Again, I was standing at the corner on the tree, watching the wizard turning free, waiting to pack up my feet. Reading a line between night and day, I've been twisting myself again. Follow me, baby. I won't let you.Yesterday's. But you don't know how much. Follow me, baby. I won't let you leave if you believe me. And I always set you free from all those yesterday's. But you don't know how much I got believing you. But you don't know how much I got believing you.いい。じゃないですか。すごいすごいすごいと思う。さあちょっとビクルちゃんからツイート見ましょうかね。怖いよ。ね。知らないで。いやでもドンマイ大丈夫ですよっていうね。優しい。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ドンマイ大丈夫ですよ。パチ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 っていうね。いや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 。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いやありがとうございます。まあこの曲をね、この後放送が終わってからも何回かちょっと撮り直しながらですね、ちょっと作品に仕上げて、ちょっとこの iPad ね、バンドオーディションに出そうかなと思ってますんでね。はい、100万円撮りましょう。よ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、じゃあここからエンディング入りますね。ちょっと熊五郎さんこのまま入っていただいて、はい、もうすぐにエンディングをやっちゃいます。はい、いや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 、ありがとうございました。エンディングでございます。熊五郎さん、はい、本日ね、出演されてみてどうでしたか、ご感想などは。いや、もうほんますごい楽しかったですね。楽しかったし、緊張したし、あ、はい、いろんな感情を ね、うん、何より美味しかったし、ね、何より美味しかったし、出演自体も美味しいしね。ありがとうございます。お、ね、またぜひね、遊びに来ていただければ。あ、そしていや、そんなおこがましいです、本当に。iPad、iPhone バンドでもね、やっていただければと思いますね。はい、みんなにね、後ろで、ね、聞いてもらって。ね、バックバンドで僕らいつでも行きますからね。ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい。で、本日プレゼントのですね、田中のり店のコラーゲン美人のりの当選者の方はですね、この後ダイレクトメッセージで、僕の方からのメールを送らせていただきますんでね、ぜひ、また受け取ってください。よろしくお願いします。で、次回の放送なんですけども、あ、エンディングの準備って大丈夫ですか？はい、エンディングの準備にちょっと入ってます。エンディングテーマが流れるんで、それのね、ちょっと準備に。はい。はい、エンディングの準備をしていただきつつですね。はい。次回の
ヤブストリームの放送なんですけども、年内最後の、放送が、この後控えております。12月の26日、月曜日夜9時ぐらいからですね、ありがとう2011年、関西ユーストリーム忘年会、ヤブストリームでやっちゃうよということで、やろうかなと思ってますんでね、詳細また Facebook などでお知らせいたしますんでね、ぜひ皆さん見てください。というわけで、今日はゲスト熊五郎さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、エンディングに、はい、はい、今ちょっとエンディングのちょっと色々仕込みをしてますね、すいませんねもうちょっとバタバタっとしながら、はい、入りましたね。ここにいる、いろんなことがあったと、もう笑って話せるよ。大人になった世界は忙しく、時間はいつも僕を責めるけれど、家に帰ればいつだって君が笑顔をくれるから、夢に描いていた理想のライフスタイル、きっと叶えられる、もう夢なんかじゃないだろう、今も続く「ちょっとくすぐったいな」